アロハタンタンです。本日はタンタンミュージックスクールにて講師をしてくださるパニオロ山内先生に来ていただきました。アロハ。アロハ。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵なサウンド。先生は得意なジャンルは何でしょうか。僕はね、はい、もうロックが好きで、ロックから始まったんですよ。はい、まあ、話すと長いんですけど、ね、はい、1956年生まれですからね、はい、もう物心ついた時にはもう終戦のね、はい、全てがねこう落ち着いてた、はい、そんな中で、なるほど、育ったわけですよ、はい、ビートルズも大好きでした。いいですね、ちょうど大世代ですね、はい、そうなんです、はい、ではなぜかウクレレもね、あ、なるほど加山雄三さんに憧れてます。あ、いいですね、もうあの波乗り板乗りながらウクレレ弾きたいなと思って、はいはい、素晴らしい、最高です、はい、はい、おってことはじゃあロックを教えていただける？あ、もちろんもちろん、はい、あ、はい、だから僕 の、 あの、ポリシーっていうかね、はい、そのウクレレを学ぶのに、うん、曲は関係ないんですよ。なるほど。何の曲でも、はい、ウクレレの学びはあるので、いいですね、そういうふうにやってます、はい、なるほど。じゃあ本当にジャンルを問わず、はい、はい、ロックからハワイアンまで何でもやらせていただきます、はいはい、そうそう、はい、生徒さんがこれやりたいですとか、うん、これ教えてくださいっていうものを教えます。最高です、フレキシブルです、はいはい、ちなみにテナーサイズをお使いですが、生徒さんのサイズは特にこだわりなく、全然こだわりない、はい、ありがとうございます。ではソプラノサイズからテナーサイズまで何をお持ちいただいても大丈夫です、はい、ちなみにハイ G をお使いですが、ご希望でしたらロージーのレッスンもしてくださるとのことです。ハイ G ロージーも問わず、そしてまさかの曜日固定もなしと、全てにおいてフレキシブルだとてもなんかいろいろもう全部のご希望に応えてくださりそうな、はい、はい、ありがとうございます。期待外でございます。はい、ありがとうございます。個人でもグループでも、はい、はい、いいですよ。いただけますので、はい、もうすべてやめてフレキシブルなパニオロ先生でございます。はい、皆さん、先生のご予約お待ちしております。お待ちしております。ありがとうございます。ではまたでした。アフィホー。